金名誉は、中華民国、満州国の政治家。愛新閣らし、満州聖愛畑の人。満州国では、厚生部大臣などを務めた、北京国立法政大学を卒業。1922年、吉林猿吉陳述師書軍法官となる。1926年、吉林貧困鎮守師長公参謀長に任せられた。1931年、 吉林の大清志県県庁となった。満州国成立後は、春ン特別市実業総局局長、吉林商工所刑務庁長,長長、真島商民政庁長長を歴任した。1934年12月、三高省省庁に昇進している。1937年7月1日、熱化省省庁に移動した。1940年5月、新京特別市長となる。 1942年9月28日、吉林省省庁に移動した。1944年4月、民政部大臣に起用された。翌年3月、民政部は厚生部に改組され、金米与がそのまま大臣を務めている。満州国滅亡後、金米与はソ連軍に逮捕される。後に、中華人民共和国に引き渡され、武順先般管理所に収監された。 数年を経て、特赦により釈放された。晩年は、資料としての解雇文を書き残している。1964年、死去。去年79。ありがとうございます。